働きやすい会社から働きやすい社会へ、社労士大月智之の働く現場のお悩み相談室。はい、始まりました。髪の毛を切りましたね。まあ、定期的にね、切って染めないとね、どえらいことになる。そんなことないですよ。入った時に、あ、髪の毛切らせてると思いました。だいたい後半切る直前になってくると、はい、金髪にしてるんですかみたいな、茶髪ですかって言われて、あれは別にね、勝手になってるだけ。色が徐々に変わってきて、そう染めてるわけじゃないんで、なんか思い切りましたねとか言われて、いや、勝手になったんだけどなって感じですね。そうはい、ということでですね、本日のお題はこちら、ドラン、ワークライフバランス、子育てしながら働く注意点とはということでございます。なるほどね。結構これ話題に上がることじゃないですかね。まあなんかメディアは好きだよね。そうですね、メディア好きだったり、あと結構ツイッターとか、あ、X ですね、X とかで結構働いて子育てしてる方のツイートとか結構回ってきたりするんですよ。そうなんだ。そうなんですよ、結構皆さん今注目してることかなと思ってお話ししていこうかなと思います。なんかもう最初のちょっとこれにあんまり関係ないんですけど、まずまあ子育てって難しいですかね。私はしたことがないのであれなんですけど。まあ難しい、人によるんじゃないかな、そう感じるかどうかは。なるほど、なんか求めすぎると難しいんじゃないなるほど。具体的に何を求めるの。いや、ほら最初はさ、生まれた頃ってさ、はい、生まれる直前とかもさ、はい、もう本当に健康でいてくれたらそれでいいとか、なんとかでさ、はい、生まれてきてくれてありがとうとかって言うんだけど、だんだん欲が出てきて、なんかもっとあれができるようになってもらいたいとか、英会話に活かすよとか、バレエを習わせようとか、なんで真剣にやんないんだろうなるほどなるほど。そうなると大変と思うんじゃない。なるほどですね。まあなんか結果なのかな、わかんないな。ちなみに、まあ、これのお話になるんですけど、子育てって欲があったら難しいみたいな話になったじゃないですか、とあとこう仕事の両立って難しいんですか。それも人によるんだろうね。だから両立っていうのを何をもって両立というかによるんじゃないかな、ほらだってなんか子育てをする前とした後で同じ仕事量をやることを両立っていうふうになると、どうしても何かしら時間的な ね問題が出てくるから、それが大変だなってなるし、ある程度じゃあその成果を絞っていくっていうんだったら両立は可能だろうし、だからどこまでそれを自分で求めるかとか会社に求められるかによって変わってくるんじゃないかな。結構あれですか、大月先生の会社でもこう難しいですって言ってる方とかいらっしゃいますか。いや、両立とか、両立とか、あと悩み、こういう悩みがあったよみたいなとかって。まあどちらかというと周りに気を使っちゃうとか、そういう方が多いんじゃないかな。なるほど。子育て云々よりかは周りの方に迷惑をかけちゃうんじゃないかってご自分で思ったりとか、まあ、結局それが理由でっていうのがあるからそう思うんだろうけど、例えばほら熱出したら迎え行かなきゃいけないから、あ、確かに。そう、私昔お母さんにすごいなんかいっぱい迎えに来てもらってました、だからまあそれはしょうがないっていうのはみんな分かってるし、まあね、中には言うやついるんだけどさ、まあ、うちはいないから、世の中に言うやついるんだけどさ、まあただ実際その本人がなんか途中でみんなごめんねみたいに帰ってくるようなことがあるんで、まあそれがやりづらいっちゃやりづらいっちゃやるかな。なるほどですね。ちなみに大月先生の会社さんではなんかこういう制度があるよとかあったりしますか。制度も普通かな、なんか普通どこでも普通に育休はあるし、まあなきゃおかしいんだけど、育休あるし、あとは育児短時間勤務っていう制度もあるし、あとはうちの場合はもう少し長い期間で、短時間正社員みたいなのになれたりする。短時間正社員っていうのはどういう。いや、じゃあ身分としては正社員の身分なんだけど、時間を限定して働く、なんつうの、ワイツー社員って言ったの。そんな言葉があるんですね。なんか意味があったはずだけど、
こんなこと言うと怒られちゃうからエールとなんかだったらそうそうそう、なんかエールとあともう一個なんかあったらさ、うんうんうん、っていうのがあって、その辺はまあ会社によって異なるみたいな、うんうん、なんか結構他の会社さんに聞いたこういう制度があって面白そうだったみたいなのってあったりしますか？まあでも大体似たような感じじゃないかな。まあ、育児休業で行ける範囲内で仕事してもらうとか、そういうのをやってるところもあるし、うんうん、なんか私が前いた会社ですと、うんうん、なんかこう子供の誕生日に、うん、なんかこう誕生日手当みたいなのが出てるのがあって、これでプレゼント買いなさいねみたいな、うん、手当があったりとかしました。前は本当は、まあ、育児とは関係ない、育児とは全く関係ないですね。確かに確かに誕生日ね、まあ、そういうのをやってる会社もまあなくはないんじゃないかな。まあ、実際に買ってるかどうかな。確かにこう入れちゃってるそうだよね。な気にしもあるんです。確かに確かに。ちなみに育休ってどれぐらいの期間マックスなんですかね。まあ、いろんな条件なんで。そうですよね。うん、まあ、基本的には1年間。はい、で、なんか一定の要件を満たすと1年半だし。あとはもう会社によってはちょっと長くて、いろいろなんで、俺はね、自分のところもちゃんと見た方がいいと思う。就業規則をご覧ください。うん、これですね。うん、このスタンプ作りたいですね。就業規則をご覧ください。誰も買わない。私買います。使いどころがない、ね。それに基づいてなんですけど、うん、最後ちょっと子育てをしながらこう働く注意点みたいなのをお聞きしたいんです。これはどっちへの注意なのか、働く人、じゃあ、子育てをする側の方、する側の人は、まあ、注意点っていうのかちょっと分かんないんだけど、はい、まあ何だろうな、その心構えとして、はい、いや育児中とか子育て中だから、はい、その制度によってじゃあ時間短くしましょうとか残業なしにしましょうとかってあるんだけど、それはそういう制度に基づいてやってるんであって、うん、子育て中だから仕事が手を抜いていいとかそういうの全くないんで、うん、なんか誰もが仕事を全て手伝ってくれるとか、うん、責任が軽くなるとかそういう意味ではないんで、はい、来てる間はしっかり仕事した方がいいというかしなきゃいけないかなと、はい、俺は思うかな、うんうん、逆にこう一緒に働いている側の注意点であったりします。働いている側は、まあ、注意もクソもないの、ね、ルール通りにそうですよ、ね、ルール通りにやるってことだなって、まあ、認められてるもんだからさ、はい、うんうんうん、だからなんかそういうの気にしないで残業させようとするやつね、いるじゃん、はい、ああいうのなんかね、ダメだよね。なんかよくドラマとかでみんな平等なんだからさとかいうドラマとか見たことあります。うん、いやだって平等ならそっちじゃなくてルールが平等に適用されるわけだから、それは自分が子育てのそういう状況になったらそういうルールの中でやっていくわけなんですよ、うん、逆に平等じゃない、うん、そういう言い方するって、うん、ちなみに大月先生がこう子育てをする際に何かここ大変だったなみたいなこととかってあったりしますか？いや別に別に特に、うん、特にだからここにそんな何か声を大にして言うようなことはないと思うけどね、うん、なんかできる範囲でやるとかできる範囲でやってくれるのに感謝するとかそういうんだと思うんだけどね、うんうんうん、夫婦の形によって違うから、うん、そうですね、確かに、ま、余計なこと言うとねお前分かってるよみたいな言われるんだけど、はい、だからまあこうテーマとしては、はい、職場だから、はい、でどちらかというと会社の考え方とかにもよったりするんですよ、うん、でこの子育て中の働き方で一番の問題っていうのは、はい、そのキャリアをね、うんうん、維持できないとか、うん、そういう感じなんで、要するに育児で間が空くと出世できませんとか、はい、っていう感じなんだけど、あとそこもね、なんか育児だからとかっていうわけじゃなくて、これは働く人も思っといた方がいいんだけど、だいたい日本のその制度って能力給で決まってて、はい、だからその能力に応じて結局その仕事って割り振られたり、うん、評価をされていくわけだから、だからなんか
単純に育児休業を取ったからっていうわけではないんだよっていうのが一つあるんですよ。で、かたやですね、じゃあ育児休業取ったら能力下がるのかよって、そんな全部がそんなわけじゃない、はい、だその辺がね、なんか双方がね、ちょっとずつずれてる、なんか散々普段はね、勤続年数は関係ないとか、はい、給与は実力主義ですとかっていうやつに限って育児休業で開けてくると、嫌だったから、そう、年金属その間抜けてるからとかって言う、いやー、嫌ですね、そう、矛盾してる、確かにですね、だちゃんとそこを把握して評価できるような仕組みがこれからの世の中には必要なんじゃないかなと、ここをぜひ皆さん切り取りしてください、声を大にしてあまり受け入れられない。なんでなんですかね。でも結構こういうふうに思うんだけれども、やっぱりこう間が空いてしまったからこうだっていうのが意外と多い気もしますよね。うん、あとね、役割の問題もちょっとあって、これってね、日本のその働かせ方の結構大きな、はい、まあ、課題というか特徴なんだけど、その一人一人の役割っていうのが結構広いね。だからなんとか部長って言っても、その部長部長によってその仕事なんで振り幅が違うから、で当然その会社側としてはこんくらいできないと部長務まんねえだろうとかって言うので、はい、まあ、それは確かにそうだ、そういう意味でいくとね、務まらない、だからもう部長では戻れないんだよ、どうするみたいな話をするんだけど、まあそういう前にもうちょい見てもらいたいのは、本当にそれ全部部長のなんだ決まったデフォルトの仕事なのかっていう、その人だから余分にやってたことって結構あるんじゃないとか、本来部長がやんなくてもいいところまでプレイヤーとしてのね、優秀なプレイヤーだったからこそここまでやってたんだよって、だそれをなんか一概にね、部長はこの仕事ですってその人のもんだけ見ていっちゃうことがあったりするんで、だそういうのはやっぱ課題かな、そうです、でもあんま受け入れられないのはね、実際やろうとすると難しいな、そうなんですね自分はまだそこの領域に達してないって言ったらあれですけど、なのでわからないんですけど、やっぱそういうところもあるんですね、だからある程度その今までの働き方をもう少しジョブ型に寄せていくような、まあジョブ型じゃなくていい、はい、その働く今のポジションについてはそのなんかジョブ型というと誤解までジョブをある程度もう固めていくっていうの、役割とかね、そういうのをちゃんと公平に固めていくことによって結構減っていくかなと、めちゃくちゃ真面目なことだよじゃあなんか最後に子育てをしながら働いてる方に何かエールをぜひお願いします。いや、どっちも大事なんで頑張ってください。一緒に頑張りましょう。はい、ということでこの動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録、そしてコメントよろしくお願いします。SNS のフォローもぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。せーの、バイバイ。おめでとう。